アマルナ、または、エルアマルナは、ナイル川東岸、現在のエジプトのミニアー県に位置する場所である。アルアマルナ、テルエルアマルナとも呼ばれる。県とのミニアーから南に 58km、首都カイロからは南に 312km、ルクソールからは北に 402km の位置にある。アマルナの地には、現在、いくつかの村がある。アマルナには、 多数の古代エジプトの高校遺跡がある。紀元前1353年頃、エジプト第18王朝後期のファラオアメンホテプ4世が、新たな首都として建設したが、短期間で放棄された都市だった。古代エジプトでは、アケタテンと呼ばれていた。アケトアテンとは、アテンの地平線の位である。アマルナ革命の間は、シナイ半島以東の治安維持が難しくなった。 ブルナ・ブリアッシュがエジプトへ送った施設が、カナン北部のアッコンで、地元領主の略奪隊に襲われている。ブルナ・ブリアッシュは、エジプトに、犯人の処刑と被害の弁償を訴えている。さもないと死者の往来が全く絶たれるとも書いた。この場所は、後のローマ帝国時代や、初期のコプト聖教会時代にも使われており、都市の南部の発掘ではそれらの時代の遺構が、見つかっている。 アマルナという地名は8世紀にリビア砂漠を去ってこの辺りのナイル川河岸に定住した遊牧民ベニオムリンに由来する。テルエルアマルナとも呼ばれるが、電話はアラビア語でイ・オカを意味する。北の王宮の遺構、アケトアテンが建設された場所には、ほぼ何もなかった。アメンホテプ4世がアクエンアテンと名乗り、アテン神信仰のための新首都として建設した。 建設は彼の治世5年目頃に始まり9年目に完成したがその2年前から首都として使われ始めた建設を早めるため泥レンガを多用して表面を磨いた建物がほとんどである重要な建物は表面を地元産の石で覆っていた古代エジプトの都市でこれほど構成の配置がそのまま保存されている都市は珍しい これは、アクエニアテンの死後間もなく放棄されたという事実が大きく影響している。アクエニアテンの死後も10年ほどは、人々が住んでいたようで、ホルエムヘブに捧げられた神殿が見つかっていることから、少なくとも彼の地政書記にも住民がいたと見られている。その後は、ローマ人がナイル側に沿って入ってくるまで放棄されていた。しかし、 その成立と放棄の事情が特殊であるため、アケトアテンを古代エジプトの都市の代表例として、良いのかという疑問がある。アケトアテンは、急いで建設された都市であり、ナイル川東岸に沿って、約13キロメートルの領域にまたがっていた。対岸は都市に食料を供給するための工作地とされた。都市全体を14個の境界碑で囲んでおり、 建設当時の都市の範囲がはっきりしている。最古の日付が刻まれた、教会飛バウンダリスティリー系には、アクエニアテンの、地政5年目の8月13日とある。それがアクエニアテンによる、都市建設の記録を保持している。碑文には、ファラオがこの地にアテンの神殿をいくつか建て、東の丘に自身と、妻ネフェルティティと、長女メリトアテンの墓を作り、 自身が死んだ時に、アケトアテンに埋葬されることを望んだということが書かれている。バウンダリス・ティリー・ケには、アケトアテンで模様された祝賀行事について書かれた記述がある。碑文にはさらに、アクエニアテンがアテン神に奉納をする様子が描かれている。 境界碑の上の半円部に描かれているのはその時の様子であり、アテンの放つ光線に照らされて、王と王妃と長女が若返る力を得る様が描かれている。アマルナの境界碑バウンダリステラユーの左にある、長像ナイル川東岸に位置し、都市の遺跡は、北から南に通る王の道、現在のシーケット S サルタンに沿って存在する。王宮は北部に集中しており、 北の都市と呼ばれている。中央部には行政機関や宗教施設があり、南部には住居が集中していた。ネフェルティティの共造エジプト美術は理想化された、様式的なものが多かったが、アマルナ美術と呼ばれる様式はその写実性において際立っており、王族が子供たちと遊んでいる様子など、非公式的な場面も描いている。アテン信仰は完全に廃れたが、 美術様式は後世にある程度影響を残した。アマルナ美術では長い歴史を持つエジプト美術の慣習をいくつか打ち破った。例えば王族を写実的に描き風刺画的ですらある。また女性を男性よりも明るい色で描くという慣習をやめた。アマルナ文書の一つ1714年フランスのイエズス会司祭クロード・シカールが 西洋においてこの都市について最初に言及した。彼はナイル川を遡上する旅をした際にアマルナの境界費を記録した。1798年から1799年にかけてナポレオンがエジプトに遠征した際、アマルナの最初の詳細な地図を制作し、1821年から1830年の間に刊行されたエジプト史に掲載した。 1824年、ジョン・ガードナー・ウィルキンソンが、アマルナを調査し、地図を作成した。1833年には、ロバート・ヘイラが、アマルナ周辺を調査し、都市南方に砂に埋もれた墓を発見し、レリーフを記録している。その記録は刊行されないまま、大英図書館に保管されていた。その墓の位置を特定するプロジェクトは、今も進行中である。 1843年と1845年には、カール・リヒャルトレプシウス率いるプロイセンの調査隊が、アマルナを調査し、見えている記念碑や、アマルナの知性を、スケッチや拓本で記録した。その成果は、1849年から1913年に、かけて、デンクメーラー・アオス・イジプタヌン,ンとエチオピアンとして、刊行され、中にはさらに詳細化された地図もあった。 正確さに欠ける面はあるものの、デンクメーラーは、アマルナの墓や境界碑のレリーフや碑文を研究するための基礎資料となった。遺構の多くが、その後破損したり紛失したりしているため、これら初期の調査の記録は非常に重要である。1887年、肥料を探してアマルナで土を掘っていた地元の女性が300枚以上の 設計文字の刻まれた粘土板を発見した。これらがアマルナ文書と呼ばれている。重要な外交文書を記録したもので、青銅器時代の古代オリエントで、リングはフランカとしてよく使われていた悪化ド語で書かれている。この発見によってアマルナの重要性が認識されるようになり、さらなる調査が行われることになった。1891年と1892年、 アレッサンドロ・バルサンティが王の墓を発見した。ほぼ同じ頃、フリンダーズ・ピートリーもエジプト調査基金の支援により、アマルナで一シーズンを過ごして発掘調査している。ピートリーは主に中央の都市を発掘し、アテン、大神殿、大王宮、王の邸宅、成長、いくつかの個人宅を調査した。私屈より若干多い程度でしかないが、 ピートリーの発掘調査によって、さらなる設計文字を刻んだ、粘土板やガラス工房の遺構が見つかり、王宮を掘って出てきた土をふるいにかけて、銅片やガラス片も大量に発見した。ピートリーが発掘結果を素早く発表したことで、アマルナへの関心が、さらに集まることになった。イラストレーターのノーマンレ・ギャリス・デイビーズは1903年から1908年にかけて、 アマルナの個人の墓や教会碑の精密な模写を観光した。1907年から1914年、ルート・オイヒ・ボルヒャルト率いるドイツ・オリエント教会の調査隊がアマルナの北の都市と南の郊外を徹底的に発掘した。有名なネフェルティティの彫像はこの時、彫刻家とトメスの工房で他の彫像と共に発見された。 第一次世界大戦の勃発により、ドイツ隊の発掘調査は1914年8月に中止となった。1921年から1936年、英国エジプト学会が再び、アマルナの発掘を行い、主に宗教施設や王宮を調査した。これに我レオナード・ウリーラが加わっていた。1960年代には、エジプトの考古学組織が、 アマルナの発掘を取り仕切るようになっていった。都市の発掘は現在、英国エジプト学会の講演で、ケンブリッジ大学の考古学者、バリー・ケンプが指揮している。1980年には、ジェフリー・マーチン率いる別の調査隊が、王家の墓のレリーフを記録しており、後に、英国エジプト学会によって2巻の本として出版された。2007年、 英国エジプト学会の発掘調査で新たに墓地が発見されている。ありがとうございます。